はい、お疲れ様です。山です。ゴーストオブツシマ、キタンやっていきましょう。クロードキタンかな。はい、前回終わって、レベルがね、8に上がりましたね。装備レベルみたいなもんかな。はい、まあ木ですけどね、木が8に上がったって変な感じですけど、どの話でも語りましょうぞ。おお、はい、前回この断たれた魂ってやつやったよね。ちょっとなんかグロい話だったんですけど、次じゃあハンニャの呪いやってみましょうか。ハンニャの一応は人ならざる者の税を作り出す。またね、双子の真の像を抜いてもうこの兵に、力をもたらしたのがハンニャだったんだよね。それを、今回は語っていただきましょうか。はい、じゃあマッチメイクなしで、またやっていきます。さすがの目利きですな。せやろ、かっこいいよね。これはイオの物語。イオとは人ならざる者の税をこの世に生み出し、得体の知れぬ猛々しき力と自らが抱える深い恨みを分け与えた般若。ゼーがさらなる力を得る前にクロードはイオの成敗を誓う。わお、イオだって。なんか散ってるね。何これ、なんか呪いのあれが飛んでますね。髪が、張り付いてんだけど、まだって、魑魅魍魎みたいな文字もあるね。いろんな文字が。なんだこれ。とりあえずまっすぐ行って、ここか。ん？なんだこれ。なんでもないか。あ、一人いた。いや、二人いますね。やっちゃおう。気づかないっていうね。はい。で、あそこに木こりが一人、二人。ぐらいかな。おーっと、見えちゃう。あいつか。目がいいね。やべ。うわー、警戒入った。いや、バレたか。バレたね。おー、びっくりした。いた？ちょ、待て待て待て。あなたいた？さあ、あー、ちょ、待て、やりにくい。オッケー、そうか、水の方だ。か、あ、ちょっと待って、直前ガード引くんだ。いいね。はいはい。ああ、方は水の方がいいかな。石の方か。ちょっと使いにくいね。あ、使いにくいってか、俺ずっと本編でも使ってなかったもんね。太鼓ないどっか。ないかな。一発食らったもんね。ノーダメでいきたいね。さあ、来ない。うぃ。これさ、クールタイムが終わったらいくらでも使えるのかな？回復薬って。前回ね、ゲットしたんすよね。あ、太鼓あるね。さあ、あれが魂系的だよね。
呪われた兵の力の源はイオの怒り、そして根の深き怨念。イオが生きている限りその兵もたやすく滅び。うん、多分このエリア内でしょうね。このエリア内は、敵の体力がすぐに回復するからやりにくいってことかな。どうすんだこれ。これさ、ひょうたんまだ回復しない。え、多分クールタイムが終われば使えるよね。あ、いた。イオの分身によって回復する万兵に用心しろ。イオの分身を倒せ。敵いる？あ、いるね。え？そっちにいた。後ろを見ないでほしいね。どうしようか。もうこいつらやんないと先進めないよ。ああ、いけねえな。こっちから行こうか、じゃあ。こっちもいる。なんだこいつら。これ無視できない？急速に回復するんだよね。一旦無視させていただいて。お、誰か捕まってる。誰だ？見えないけど。この人解放したらさ、いいことあるとかない？チューハロー言ってる。オッケー。多分いけるね、頑張れば。いや、いけないね。どうしようか。あの二人がクソ邪魔だね。押し通るか。鍵縄があるんだ、あそこに。暗殺もできなくはないけど。何？おお、びっくりした。めっちゃバレた。倒した。イオを殺めたかに見えたが、ただの思い違い。殺したのはイオの傀儡に過ぎなかった。あら。クロードを生け捕りにしろ。あらあら。どうしよう。急兵とりあえずやるか。敵は登ってこれないからね。急兵まだいる？いるね。どうしようこれ。ぐるぐる投げてくるけど。やばいな、ちょいちょい食らうな。お、危ない危ない。やりにくいな。めっちゃ曲がってくるし。はい、とりあえずあるだけ使うか。矢を、いや、なくなったね。あ、裏手にあったわ。近接やった方が楽か。ここ、あとはあそこに一人いるね。はい、
危ない危ない、はい、じゃあ隣接やった方が楽か。構わず返してくるね。オッケー。さあ目的、あの人捕まった層を助けろ。オッケー、ちょっと待ってね。回復しとく？あ、助けた後でも大丈夫か。矢刺さってない？大丈夫？うちからあやつに食われている。どうか般若をお止めください。霊地の森に入ったようです。うわ、え？やられた。うちから食われてる。なんだそれ。さあ回復しとこうか。よし。え。じゃあ前に行こう。回復、ひょうたんは、あ、そっか。クールタイムでですね。実質無限だね。時間かかるけど。オッケーオッケー。じゃあ前に行きましょう。罪なき者を捕らえて切り刻み、深く恨み嘆かせることで、イオの分身たちは贅に力を与えている。あやつら傀儡の命がある限り、兵が息絶えることは決してない。なるほど、イオとその分身を何とかしないとダメだね。この人が語り部かだよね多分。さあ次へ。あの日から対馬は我の血肉となった。古来より人は人を贄として生きるほかない。レイジの森へ入れ。イオの分身が3人いるんだって。マジで。どっか見よう。あ、意外と狭いね。あそこにたくさんいるね。あれはなんだ？当てる自信がないな。いける。即死であれば大丈夫だよね。回復しないね、OK。イオの分身があれか。木こりは、あれ、あれ、あれ？あ、これがエリアか。うーわ、失敗した。硬いね。硬いし、めっちゃバレた。しょうがないな。回復したね。はい。ここ。どうだ？もうちょい。めっちゃいるんだけど。これエリア外だな、こいつ。ダメだ。こいつ回復してんな。うい。ここ。マジで？あれ当たんない？まずいな。オッケー。やった。主が切ったのは分身。我ではない。一応やったぞ。闇ガラス決まってる？決まってる？闇が、あ、やっべ。やべ、死ぬ。ちょ、待って。おー、危ね。やばい、死ぬ。これなかなかだね。おお、あそこか。あの旧兵だね。
こいつ回復タイプか。ちょっと待って、まずいまずいまずい。イオが寄ってきてる。危ない危ない。あ、危ない危ない。うーわ、さあ守護兵士が一人いるけど大丈夫でしょう。大丈夫じゃない。あいつやっちゃうか。お願いします。主が切ったのは分身、我ではない。危ない。お、 OK。 バレたら結構厳しいね。なかなかの難易度ですわ。さあ補充はしとこうか。とにかくソロでやる以上はバレないことだね。で、矢一発で死ぬわけじゃないからね、敵。そこがちょっとネックですね、あいつ。うわ、しくた。最悪だ。バレたらちょっと逃げよう。本編ではもうバレたらやってましたけど、それやるとちょっと厳しいね。イオはあそこにいますね。うわ。待てよ。あいつからやろう。いいぞいいぞ。あいついけるか。ちょっと待って。こいついけるね。生きてるー。生きてる。生きてんだけど。ヘッドショットでダメなんだ。なかなかだね。まあでかかったもんね。バレたら逃げよう。それが一番安全だわ。さあ体の細いやつからやっていこう。もう確実に決めていくよ。あいついけるよね。OK。さああとはイオだけですね。お前どっち向いてんだ。おっしゃ、決まった。危ない。いやーこれちょっとね、難易度がマジで高いわ。暗殺できなかったらアウトだね今。回収はあるね。さあこっち一人いた。まあ幸いというか敵の死体消えるからね。危ない。ある意味やりやすいっちゃやりやすい気もするけど。俺別に弓兵じゃない。うー、バレた。そっか、回復するね。下がろう。動き出した。あいつだね、あいつやろう。 OK。 あ、こいつもいける。いいんじゃない。あそこにいる一人もやっちゃおう。よかったっけ。あれ、どっか行っちゃった。あの木こりカードは木こりといいよだけね。
これいけるね。OK。どうだ？来いよ。OK。ジャストガードが決まれば、相手を弾けるんですよね。イオの思惑を止める手立ては一つしかない。その魂を食われる前に僧侶たちを救うことだ。あ、これ食ってんだ僧侶。えらいこっちゃやで。太鼓鳴らして次行こうか。これむずいわマジで。いやー太鼓あった。回復するとかマジでやめてほしいな。で、矢が弾けないんだよね、刀で。スキルあったかな、そういうの。我もかつては人であった。だが、あの忌まわしき日が全てを変えたのだ。うい。なんかあったみたいですけどね。あ、ラスト？クロードは鳥居を抜けると怪しげな村に出た。その光景に思わず息を呑む。誉れある魂を閉じ込め、イオの糧とすべく畜生のごとく扱っていたのだ。マジで畜生のごとく、まるで動物扱うようにね。どっから行こうか。あそこ一番濃いけどね。そこの兵士やっちゃうか。こいつはやれるでしょ。待って。ここ。で、あいつもやれるか。あいつはちょっと難しいか。うぅ。いけるか。まあとりあえず数を減らしていこうか。いいよ、いたね、そこに。とりあえず一旦上登って、一人いる。動くな動くな。いいよとワンちゃん、ワンちゃんねー。どうしようか。ヘッドショット一発じゃなかったもんね。まあワンちゃんは上登ってこれないから、いや、ちょっと先やっとこうか。邪魔されたら嫌だもんね。危ない。から大丈夫でしょ。 OK。 じゃあ分身だよね。うわ。お。OK。いいんじゃない？おっと、まだいた。こいつは。お、危ないよ、お前。理解してくんなよ。OK。そういやね、L1 と R1 を押してやれる技があって、闇ガラスだっけ？闇打ちし放題っていうね、技があるんですけども、ただ、相手も切り返してくるんでね。決してただではないんですよね。だから、ソロではちょっと厳しいかなとか思ったりして。なんかいいとこいるね、お前。お。え。じゃ、こんなもんか。ここはね。
回収はまだ大丈夫だね。じゃあこの人を解放してあげての。千なきことを。スッて締めてったね。はい、同じようなのをあと3つ繰り返せばいいわけね。多分あそこと、あそこだね。あっち行こうか。お。あの二人はちょっと厄介だね。おっと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 。なんでこっちを見た？ただこの敵は意外とこう、暗殺に気づかないから、やっちゃっても大丈夫かな。危なっ。あとこの人をやっちゃってので、イオをやっちゃってのいいとこいるね。上登れない？ちょっと待ってね。上から行こう。お、いいんじゃない？これ多分いけんじゃない？これ気づかないんだ。目の前で人 やられたんだけどね。 OK、 あと一人。ちょっと待ってね。ああ、バレちゃった。大丈夫。若干猶予がありますからね。いや、だいぶ慣れてきたとはいえ、戦闘になってしまえばだいぶきついからね。はいはい。クロードは捕虜を逃がした。逃がした。さあ、あとは、ちょっと弾補充しとく？あそこにあったよね。OK、 じゃあラスト。これやられちゃったらまた最初からだよね。あ、燃やせる。これなんだ？運ぶ？何？え？爆発する系かな？なんだろうね。上。とりあえず家、登ってみようか。中に一人いますね。これさ、死角だからいいけど、侍とかだったら無理だよね。暗殺できたっけ？侍って。ちょっと難しすぎないか、これ。オンラインミッションだから仕方ないけどさ。ほら。生きてるー。生きてるやつー。生きてるやつだ。あ、でも大丈夫だ。逃げろ逃げろ。お、いける。さば、さらば。どうだ？来てないね。オッケー。巻いたぞ。じゃあ一旦体勢立て直して、もう一回、一人ずつやっていこうか。お。意外とやれるか？
なんとなくやれそうな気がしてきたね。ラストに一人。これちょっとやれねえな。で、あいつが一発耐えたよね、ヘッドショット。あいつか。OK。ちょっと距離遠いかな。多分威力下がるんですよね、ヘッドショットの。OK。じゃあ、向こうの家に渡ろうか。登れない？OK。OK。さあ、お前で、あと二人か。いや、まだもうちょいいるな。家の中に二人。まあ、一旦降りて、うお。失礼しまーす。いいよ。さあ、この人は、後で、OK。さあ、ラスト。ただ、イオはまだやってないよね。ってことは、もう一個ぐらいあるか？やった。とりあえず解放しといて。捕虜の体は無事であったが、魂は塔に食われていた。え？捕虜の魂は救い損ねたが、イオの分身を打ち倒し、税を退けた。イオの声はもう届かない。なれど、イオは敗れたのか？もしくは、すでに他の地へ狙いを定めたのだろうか？おお、今回は退けたけどみたいな。これで終わりだよね、多分。怖っ。はい、じゃあ脱出しようか。これで終わりかな。いや、ああ終わりか。いいよ、怖っ。怖っ。さあ、ひょうたん煙幕。あ、煙幕強い版出た。で、石の型のレベル14が手に入ったね。褒美戦績。合計討伐数63だって。そんなやった？あ、ちょっと待って、さ、勝手に終わっちゃう。はい。クロードが残した数々の手柄。その一つをお話ししましょう。はい。あ、終わったね。イオ、そうか、本体まだなかなか手が届かなかったね。さあ、太刀が？石の太刀が手に入ったね。レベル14。これにしようか。まあ、型ごとに、レベルがあってってことか。どうだろうね。水の太刀。まあまあまあ。弓もあるんだ。そっか。五歩。区内。区内はこのままでいくか。これさ、マークになんかこう三つ印があるよね。三発まで撃てるってことかな。うん、よくわかんない。さあ、煙幕が手に入った。何が違うんだ？クールタイム減少、クールダウン減少が 9% か。ああ、そっか。まあ、早く次のやつが使えるってことね。まあ、とりあえず回復以外ないでしょ、今は。もうソロだしね。回復ないとほんと死ぬよ、すぐ。あ、こんだけか。もうちょっと欲しかったな。いや、でもこれを繰り返すのが楽しいんだよね。さあ、隠密中闇討ちの速さと静けさが上昇する。いいね。
闇ガラスの攻撃回数が2回増加する。うまくやれればこれでもやれるんだろうけど。ねえ、ちょっと難しいね。姿が消えている状態、これ使わなかったな。霧隠れ。そうだね、これ使えばもうちょっと楽だと思う。これもうちょい使おうか。装備できる新品武具が一つ。そういうのあるんだ。ちょっと待って、毒針があるぞ。移動中に、特技のクールダウン。はい。じゃ、とりあえずこれ取りましょうか。闇討ちの速さと静けさが上昇する。で、多分ね、闇ガラスを使えば、連殺と同じような効果になるんじゃないのかな。ね。まあ、そこら辺、次は、もうちょっと使いこなしていければと思うんですけど。かっこいい。赤。かわいい。いっぱいあるね。カッパ。うわぁ、ファーがついてるキツネ。すごいね。あと燃えてるね。怖っ。まあ、これでいいか。鎧はふんどしがあるね。変態だね。はい。なもん？まだなんかある？これをゲットしたんだ。はいはい。はい。ということで、今回はこれで以上ですね。これちょっと楽しいわ。で、多分もっとね、私が今回、どの弁に惹かれますかな？どうだろうね。一番レベルが低いやつやったんで、多分もっとね、ランクを上げて、どんどん上の難易度をやっていけばね、いいアイテムも拾えるでしょうね。はい、ということで今回は以上です。ありがとうございました。